Hello. This is Miliu and Hiroshi Hayashi, Japan. Buddha as an extraterrestrial being. Today's story is about Buddha himself. About whom I say here that he is a reptilian, not a human. As long as you claim that the Gandhara sculpture here is Buddha, this sculpture is very well known, and this is called Sitting Buddha in Hangar, now in Lahore, Pakistan. Is he really a human? No, he is not. 先ほど見ていただいたのが釈迦苦行像です。現在パキスタンラホールのラホール博物館に所蔵されています。ガンダーラ仏の中でも傑作中の傑作と評価されています。が、この像は私たちが一般にガンダーラ仏と呼んでいる彫刻とは一線を隠すものです。雰囲気がまるで違います。 台座には、ゾラスター教を祀る神事の様子まで描かれています。一方、ガンダーラ仏と言われているものがあります。見るからに人間です。が、これは本当にブッダの姿なのでしょうかあるいは、どちらが本当のブッダの姿なのでしょうか今日の物語はそれについてのものですが、釈迦苦行像は何体か残っています。 日本の鎌倉の県庁寺にも残っています。で、話は変わりますが、1952年9月12日、アメリカのウェストバージニア州で、いわゆるフラットウッドモンスター事件というのが起きます。巨大な UFO が現れ、それが地上に落下します。3人の子供が近寄ってみると、文字通りモンスター、つまり怪獣が現れたという事件です。この事件は、その同じ年の2ヶ月前に、ワシントンパニック事件、 メリーゴランド事件っていうのが起きたこともあり大騒、大騒ぎになりました。その時の様子を細かく説明した記事がありますので、ここに翻訳して紹介します。 で、このフラットウッドで現れたフラットウッドモンスターが先に紹介したラホール博物館にある釈迦苦行像に似ているという報告をミリリューさんから受けました。確かに雰囲気が似ています。で、私は当初軽い気持ちでそれを調べ始めました。が、調べ始めて驚きました。共に大変よく似ているというレベルを超えて同じであることが分かったからです。どう同じであるかは 皆さん、ご覧になっての通りです。左がフラットウッドに現れたモンスターです。右がラホールにある釈迦苦行像です。指が長いですね。そして、独特なあばら骨。この首のコンセプトも全く同じですね。そしてこの点々で表現してある部分。それから顔。 双方を比較してみてください。目の中に目が、また別の目があります。大きな花。もう一つの像で比較してみます。お腹の作り方ですね。そして腕の表現の仕方。まあ顔を明るくしてみますと、まあこのようになって、 そして、まあ、この目の作り方ですね。まあ、こうして順に比べていきますと、まあね、間に2000年近い年月が流れているわけですから、その2000年という年月を超えて、まあ、大変よく似ているというか、場所も離れていますよね。ということは、フラットウッドで モンスターを見てそれをですね、こうして絵にして、まあ残した人たちはですね、ガンダーラのいわゆる釈迦苦行像を見たとしか言いようがありませんね。しかし、そんなことはあり得るでしょうか。この目を見ていただきたいんですけども、目の中に目があり、大きな花ですね。そして目はレプタリアン。独特の 目をしています、まあ、色は私が勝手につけてみましたけども人間ではありませんね。それでレプタリアンとは何かということなんですけどもこの釈迦苦行像と、まあ、人間の骨格と比べています。まあ、鎖骨を中心にしてみてくださいね。 で、遮角行像の方の像はですね、鎖骨が位置にこれ合わせますと首が長く、そして首の上の付け根から斜めにですね、左の下の方に剣が走っているのわかりますね。これは別の像で見てもやはり同じようになっています。そして脇の下は開いていて、人間にはない剣が胸から伸びています。これは右はレオナルドの描いたスケッチです。 レオナウドはこういう形でレプタリアンの骨格図を残しました。頸数の数も13個で人間の7個とは違います。そして首の付け根の上のね、付け根から肩にかけて妙な剣が伸びてますし、そして鎖骨から人間にはないその剣が上腕の方に伸びています。で、ダヴィンチはこういう形でレプタリアンのまあ解剖図を残しました。まあ皆さん自身の 脇の下の剣と比べてください。で、この肩甲骨も人間のものではありませんね。そして首の上の付け根から三角形のなっているこの剣が伸びている。人間は7個ですけども、ダビッチの書き残したのは13個です。なあち、これは、まあ、トカゲですよね。細い骨を何本かの剣で支えているってことになります。で、釈迦。 空行像の像と比べていただきますと、大変よく似てると。まあ、人間にはない剣がですね、首の上の付け根から肩の方に伸びてると。そして、肩がカクンカクンと曲がってますね。えー、いわゆる、ま、日本の縄文道具と同じコンセプトで作られているということです。で、まあ、こ、右がダビッチ、レオナードの残したレプタリアン像ですから、左の 釈迦、いわゆるまあ、像もですね、苦行像もレプタリアンと考えるのが普通です。右は、これはレオナルドの残したダヴィンチが残した絵です。で、この絵も、ならかの人物もやはり、えー、ここに妙な剣があり、そして首の下に大きな三角形のくぼみができています。で、私は右の像はダヴィンチ、レオナルドの描いた レプタリアン像と判断しましまた大きなくぼみ。人間も三角形できますがね。できないとは言ってないんですよ。どなたかこの前、人間にもあるっていう風にね、あの、書き込みをなさってくださった方がいらっしゃいますけども、これが異様に大きいということですね。いわゆるここに大きな三角形のくぼみができるということです。で、これが釈迦苦行像です。で、これはレプタリアンである。まあ、こうした像が、まあ、私が 拾い集めた範囲では3体残っています。あと首だけのもの、体だけのものもあります。で、これらはレプタリアンである。少なくとも人間ではないということになります。で、検証していますが、もう一つこの像を見てください。これ非常に重要な部分なんですね。で、右がフラットウッドモンスターと言われている、まあ、怪獣です。これらは同じ まあ、モデルと言いますか。を元にして作られた像。そして右が絵であるということになります。そして、ここでラージアイについてまあ考えておきます。南アフリカにフェルヌクパンと言われ,言われている奇妙な平原があります。ここには無数の螺旋模様が描かれています。2000年以後、誰かによって描かれたということは確認しています。 冠水のため、あるいは考えのために、そうした模様が描かれたということになってますけれども、その一角に、こんな奇妙な地上絵があります。これは偶然できたのか、いわゆる自然にできたものかということですけれども、この絵の周りを見ますと、細かい線が走っているのがわかりますね。すなわち、まあ、無数の円によって囲まれているということですね。この絵は私が発見いたしまし、発見しました。で、この絵とですね、それから、まあ、 これはマヤで発見されたアーティファクトですけども、比較してみますと大変よく似ている。それがまあ、現在このラージアイと言われているエイリアンの顔にも似ていると。まあ、これらの,の右の写真は、まあ私が独自の判断で信憑性の高いと言われている、まあ、エイリアンの写真を集めてみたものです。これがイギリスのハンプシャー州で現れたクロップサークルです。これがあの青森の石神様です。 で、特徴はですね、目の中に目があるということですね。これはヨナグの人面岩と言われているものです。目の中に目があるということですね。そして作り方のコンセプトが大変よく似ていると。これはただ単なる偶然なんでしょうか。というのは、この目の中に目があるという点でですね、先ほどの、いわゆるまあ、釈迦行像と似ているということです。そして、右の、いわゆるまあ、フラットゥードモンスターも目の中に目があるということです。 これも偶然の一致なんでしょうかこれ余談ですけども、ともかくも,もう一度見ていただきたいんですけども、これが、いわゆる射角形像の、まあ、頭部ですよね。この目の中を見ていただきたいんですけども、いから痩せてもですね、目の中にまた別のまぶたができるということはありえませんね。注意深くご覧ください。目の中にまた別のまぶたがあり、その向こうに眼球があります。青いう部分が、 まあ、目であり黄、黄色い部分が中心のね、これが眼球ということになります。目の中にまた別の目がある。これ果たして人間なんでしょうかあるいはヘルメットをかぶったレプタリアンなんでしょうかということで、もう一度ここを見てください。下が、まあ、 まぶた、まあ、下、まぶたということになるわけですね。そしてその中にまた別のまぶたがあって、その向こう、そのまぶたにかかって眼球があるということですね。で、左がガンダーラブツです。右がフラットウッドモンスターですけども、やはり同じように目の中に目があります。特にガンダーラブツの方ははっきりしてますね。目の中にまた別の目があり、まぶたの中に隠れて眼球があります。いわゆる目の中に目があるということです。もしこれがブッダだと言うならば、 これはレプタリアンであって人間ではないということになります。本当にこれは苦行中のブッダ、すなわち釈迦苦行像なんでしょうかそしてこの像はですね、という点を考え合わせますと、捏造された偽のブッダ像ということになるのではないでしょうかということで今日の話はこれで終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!